You're listening to Shibuya Cross FM. はい、はい、ジパングの末子ちゃん、みーちゃんこと鈴木由美です。お願いいたします。はい、ジパング高山真理子です。よろしくお願いします。はい、リーダーの田澤奈々です。よろしくお願いします。イエーイイエーイ。7月ですね。ねえ、はい、早いね。あっという間。この前1月だったのに。1月あだ結構前だね。結構前だって、タイ行ったばっかりな感じするんだもん。ね、そのコロナ戻ってきたらね、うん、何にもしてないからなんか早く感じる。逆に確かに、確かに早く感じるね。半年過ぎたんだもんね。そうだよ、出来事がね、なんかなくて、ね、特に何も活動できなくて。そう、できなかったね、ここ3ヶ月。4月ジパングは多分他のグループさんよりも早めに自粛し始めたんですよ。3月からかな。そう、うん、結構ギリギリまでやってたところを3月頭から、そう、3月頭ぐらいから やらなくなったから、3、4、5、そうで今もやってないので、そう、6月4ヶ月、ね、ライブもなく。体動きますか、ね、この前久しぶりに踊ったよね。そう、私たちですね、今月なんですけど7月18と19日に、はい、ジャパンエキスポマレーシアゴーズバーチャルっていうのに出演が決定しまして、嬉しいね。そう、なんかオンラインでやるってことで、うん、全世界で配信される、うん、ってことで。そうだから、はい、今までだったらそのマレーシアの方だけが見れるジャパンエキスポが、うん、全世界の人が見れるっていう風に、そのそうリモートになることでね、またいっぱい人、いろんな人に見てもらえるっていうのが。そうだね、嬉しいね。そうだね、うん、で当日ね、生でね、うんうん、生でも、あ、そうそう、18、19は生でこのやり取りができるのかな、うん、なんか、うん、オンラインかズームかちょっと分かんないんですけど、ね、オンラインで実際、うん、あのね、なんかそうそう、生中継みたいな感じで生中継できる、出演できる、あとライブもあって出演者もたくさんいるね。いますね、もう発表されてますけど、続々と。そう、なんかね、うん、なんか初めましての方もいれば、そう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 、ね、楽しみだね、方もいれば、うん、ですね。でこの間久々にね、ちょっと踊って、そう、どうだった。なんかね、変な感じしたね。あー、まあ久しぶりだからね。そう、あとやっぱ体力が落ちてるし。そうだよね。なんか一曲踊っただけでみんなヒーヒーフーフー言ってるみたいな。いや、私本当に息切れして本当にちょっとやばいって危機感を覚えた。そうだよね、うん、でなんか汗かくこともないから、ライブないと。そう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 、そう、久しぶりにすごい汗かいたね。でなんかレッスンとかもしたけど、うん、振りの確認したりとか、うんうん、まあ、意外と覚えてたね、みんな。そうだね、うん、意外と振り付けは意外と、まあただ細かいところがっていう感じだよね。そうだね、うん、まだちょっとあの振りも私たち変わったりとかしてるので、うん、同じ曲で結構前の振りがね、うん、なんかまだ抜けきれてなかったりとかすると、うん、なかなかこうあの踊りに必死になっちゃって、うんうんうん、っていうのはあるよね。ある、うん、まだ頭に叩き込まれてない、自然と何も考えないでも出るっていう、うん、まではちょっとあれかなって、まあ、曲によるんですけど、うん、そう、私結構頭弱いので赤説も頭間違ったりするのでなんか下克上も、曲ができて1月下旬に本当ギリギリにできて、うん、ジャパンエキスポで1月31日から、うん、2月の頭で披露して、うん、でそっからちょっとだけやって、月に多分2回か3回ライブやって、うん、その後コロナになっちゃったから、うん、自粛になっちゃったから、うん、全然やってないんだよね。やってない。下克上レッスンの時にさまあ一番、まあ、あの立ち位置をよく間違えるんですよ、この高山で。私ね間違える。なんかぶつかるっていうか、堂々と歩いてくるからあれ
みたいな、そこだっけみたいな、そう、私たち位置に2人いるんだよね。そう、この前ね、しかもセンター。そう、なんかすごいセンター取っちゃって、端なのに堂々と歩いてきて、そうそう、うん、そう、あ、そうそう、あまりにもさ、私間違えてませんよみたいな感じで歩いてくるから、なんか、あれ私たちが間違ってんのかなみたいな、陥るんだよね、あれみたいになって、一瞬シーみたいになって、だって私間違えてると思ってなかったから、もう堂々ともう真ん中取りに行ったよね。そう、若干センター歩いてきてるから、そう、センター。でも誰もセンター、しかも、ユミがセンターなので、ユミより前に出しゃばってたから間違ってる。そうで、なんかちょっと多分ユミもあまりにも私が堂々とセンターに行ったから、あれ譲って、そう、どっちだっけって多分なったと思う、一瞬ね。でちょっとしてからユミが、マリちゃん違うよ立ち位置ってなったんだよね。しかもユミよりも前にいるっていう、そうそうそう、堂々としかもいるから、しかもそのままおどぎを続けるから止めるのにも止めづらいあれみたいな、恥が誰もいない結構ね、立ち位置やっちゃうんだよね、やっちゃうやっちゃう、なんか動画見てると、あと反対で覚えちゃうから、そうっていうので、もうなんか動画は見ないってことになって、そうだから私、下克上の動画も本当に多分1回ぐらいしか見てない、うんうん、ね、本当は見てほしいんだけどね、なんか見ちゃうとね、やっぱ間違えて覚えちゃうし、うん、その間違えてたら、間違えてるのを見てたら間違えて覚えちゃうし、あと逆に逆向き回転とかしちゃうから、そう、あの反対じゃん、こう画面で見ると、そうだね、回り方もね、そう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 、だからね、見ないようにしてるね。結構あれ反転機能あればいいのにね、うん、動画とかもあんのか分かんないけどね、ね、結構ね、そういうのでね、見れないって言ってたね。うん、結構立ち位置も違うんだよね。そう、違うね、ね、東京、堂々と東京小町も右行ったり左行ったりがあるんだけど、みんなが右行ってんのに一人だけ左こうやって踊ってたりとかあれみたいな、そうパーッと散っちゃってさ、こっちだよみたいなでも結構堂々とやるから多分気づいてないと思う皆さんでもあれ一人で残された時さ、おかしい、やばいよね、ライブで明らかにやばい、で、あれはあーってなった、さすがに、ね、私だけこっち来ちゃったみたいになったけど、かなり目立つよね、目立つ目立つ、どう見ても2対1だから1が間違ってるかなって思うじゃんそう、なんかね、そういう立ち位置があれだよね、そうだね、う、弱い弱い弱いよね、振りはね、うん、間違うことないんだけど、うん、立ち位置が結構ね、あっち行ったりこっち行ったり落ち着きがない、一番目立つよ、立ち位置間違うって釘より一番目立つ、そう、一番重要だからね、本当にね、そう、 NG 集みたいなね、いや結構あるんだよ ね、なんか衣装とかもさ、脱げなかったりさ、あ、そう、あったね、前の衣装でもさ、あったあった、なんか結構ピラピラした衣装なんだけど、中途半端に脱げちゃって、そう、中に、そう、チュールみたいな、中になんか見えてもいいようなの入ってて、うん、その中に思いっきり巻き込んでて、後ろ姿、そう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 、あ、パンツ見えてるのもあったしね、そうなっちゃって、なんかみんな見てるなみたいな、うん、そう、あれね、ほんとそうだったね、で、うちのマネージャーがこう後ろからね、かき分けて、かき分けて、パンツパンツって注意しに来てね、そうそう、びっくりしたよね、うん、びっくりした、ね、あれにはなんかみんな見てるんだよね、私のことみんなが、で、私たちも気づかないから、気づかないよ、なんかみんな私のこと見てるな、なんだろうって思ったら、そういうことで、そう、そうだね、私も靴の裏剥げちゃったりね、あったね、壊れちゃって、ね、靴が、ジャパンエキスポだよね、あ、ジャパンエキスポもそうだ、その前からもう靴の裏が剥げて取れちゃって、うん、で、瞬間接着剤で一生懸命止めてたんだけど、うん、ジャパンエキスポの時もやっぱ取れちゃって、うん、で、瞬間接着剤持ってきてなくて、うん、で、その一緒にね、一緒にあのお世話になってる会社の方が買ってきてくれて、うんうん、何がいいかもタイ語だと分かんないし、喋、うん、れないし、英語も、うん、だからタイ人のね、方に買ってきてもらって、スタッフの方に買ってきてもらって、うん、そう、だからあんまり思いっきりやるとさ、足に力入っちゃうから、うん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 、どうしても、うん、そうなんだよね、で、下克上は本当足に力入れる曲なんだよね、そう、力がすごいかかる曲ね、なんか自然と歌ってると、なんかあんまり動画だと足に力入ってるの分かんないかもしれないんだけど、そう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 、でバーンとかなるもんね、そう、結構なんか思いも強い曲だから、うん、感情的になっちゃったりもするし、うん、歌で、うん、なるなる、で、私たちの東京小町は結構可愛らしい曲だから、うん、そのギャップにね、びっくりしちゃうんじゃないかなと思って、うん、ね、ちょっとね、曲がいろいろ違いすぎて、うん、で、赤い切なさっていう曲はなんか昔のディスコ風だったりとか、うん、
なんかいろんな曲だよね。うんうんうん、そうそうそう。なんか系統が特にないよね。うん、ない。なんかどっちかって言ったら可愛い系よりもなんかかっこいい系とかそういう系かなって感じぐらいかな。うん、でもなんか東京小町もすごい可愛くはないよね。まあ、そうだね。なんか曲はなんていうの、音は結構かっこいいと、音が入ってると思う。なんだろう、三味線みたいなね、うん、音とか、そうだね、かっこいい、感想もかっこいいしね、かっこいい。あとはなんか私の声とかそんな可愛い声じゃないじゃん、うんうん、あれすごい小さい時から声コンプレックスなんだけど、うん、だからなんか可愛い曲歌っても可愛くないっていうなんか口実もあると思うんだよね。うん、まあメインで歌ってるから余計やっぱそこに合わせる。ワルコちゃんはどっちかって言ったらさのが、ね、ちょっとかっこいい系よりは可愛らしい顔だ、可愛い声だから、だから下克上はなんか弱そうなの歌うとすぐ落ちちゃう、落ちちゃうよね。そうそう、うん、ちょっと弱いわ、私は弱いって思っちゃうからね、うん、なかなか私なんか迫力が出ない。そうなんだよね、うん、なんか私なんか若干声が透けるんだよね。透ける透ける透ける、はぁーってはぁーって感じのなんかねなんかね、なんていうんだろう、私表現できないけど、そうなんか透けるのよ、うん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 、だから圧がないのよ、厚みが、うんうん、そう悩みなんだけど、うん、厚みが欲しいんだけど出ないんだよね、歌うと。でもまあ曲によりけりだからね、それは。そうかね、うん、だって活かせる曲もあるし、そう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 、赤節とかはいいけどみたいなのだよね。下克上だと太い、の太い声、うん、むしろもうシャウトみたいな、思いっきりハスキーぐらいの方が合うかなっていうのは、うん、結構ね、声の曲によっていろんな系統あるからさ、うん、あるよね。そう、あるある、ね、ほんとね、レッスンもね、ちょこちょこも始めていかなきゃなって思ってね、体がね、なまりっぱなしだと。そう、あれだから、ね、じゃあ質問いきます。はい、はい、ケンジさんですね、ツイッターネームケンジさんで、この夏やりたいこと、やりたいこと、なんかやりたいことはいっぱいあるんだけど、例えばなんか本当に、うん、リゾート風ワンピを着たいとか。あ、そうそう、でもあんまり出かける機会ないしなとか思うと ね、買わなくていいかってなっちゃったり。そうだね、そう、なんか夏っぽいこうね、洋服着たりしたいし、うん、したい、ね、したい。あと毎年なんか海とかプール行きたいなってちょっと思うけど、日焼けしたくないから行かないっていう、毎年それ。ユミは行ってるよね。行ってるね。ユミ気にしないよね、うん、あんまり。ナイトプールとかもあるけど、あるね。でもなんか行く勇気がない、なんかあのキラキラした空間に。 あ、そっち？うん、なんか人も多そうだしね。なんかすごいさ、派手なの好きそうと思いきやさ、意外になんか行けない。そうそう、意外と嫌い、人混みとかで。なんかこう、今時風のキャピキャピしてる感じも場に入れない、うんそう、なんか結構一匹狼的なところがあるから。そうだよね、うん、意外となんか和でわちゃわちゃとか。そう、私結構一人でご飯食べれないから、うん、あの入れてもマックとかああいうカフェとか、ね、カフェとかは入れるんだけども、定食屋さんは絶対避けるし、うん、あと買い物も昔は一人で行けなくて、うん、絶対友達誘って付き添ってもらってたりとか、なんか、うんうんうん、あの人一人でかわいそうって思われるんじゃないかとかちょっと待ってなんだろうな、すごい人目を気にする性格で、うん、でまあ地元が宮崎っていうのもあるけど、宮崎で一人行動ってやっぱ結構恥ずかしい。へー、そうなんだ。田舎こそ結構なんか友達とどっか行ったりとか、学生の時とかは特に。大人になったらまあないかも、別に平気かもしれないけど、ねえ、なんか若い子が一人で買い物してるよ、どうしたんだろう、みたいになんかこう思われるんじゃない、知ってる人に会ったらすごい噂になって恥ずかしいみたいななんかそういうのがあって、うん、結構みんな友達、仲間意識が強いんだよね。多分田舎の方が仲間意識強いかもしれないね、うんうん、こっちに来て結構一人で買い物してるから、うんうん、最初と思ってびっくりして、うん、でもそれから一人で買い物の方が楽かなみたいな、うん、なんか系統が一緒だったらいいけど、まあね、見るお店とかね。そう、あとは友達と遊ぶときってすることないからさ、まあね、買い物行こうよみたいになるし、でそれが全然違う系統だと倍時間かかっちゃうし、うん、そうお互い気使うし、そうだね、いいよいいよってなるしさ、だから系統が一緒の服装の子とかだと、まあ楽だよね、まあ、そう、あいいよねとか言い合ったりとかして楽しいなって思って。そうだね、ジパングが初めてからじゃないかな、ちょい前ぐらいからじゃないかな、そうなんだ、一人で買い物行けるようになったの。へー、
言い出したの。へえ。そう、マリコちゃん見習って、うん、見習って私一人で焼肉行くからね。そうだね。無理ないよね、行ける。もう全然周りの目気にしないから。え、でもなんか今ひとぎ専用の焼肉屋さんとか結構出てますよね。だってラーメンもなんか仕切りがあるんでしょ。そうとかもあるらしいじゃん。なんかひとぎ専用のなんかしゃぶしゃぶとかすごい専門店が出てる、うん、でもさ、これ美味しいとか思ってもさ、うん、一人なんでしょ。なんかね、噛み締められるよね。一人だとなんか喋っちゃってなんかよくわかんない。あ、まあみんなと食べた方が美味しいのもあるけど、もちろん。でもなんか別に一人は一人で、うん、まあ好きなもの食べかけるし。そうだね。結構一人で、一人で同じ店に4日連続とかは全然ある。すごい。そうそう、恥ずかしい。覚えられてたらそこでいつも多分覚えられてる。一人で来てるあの人とかあそこのタパス、タパス渋谷の。あ、はい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 、渋谷のね。あそことかは4日連続とかで行ってた、ね、すごい。行ったことないわ、一人ではさすがに。うん、なんか気にしちゃうね。なんか誰かと喋ってる空間が楽しかったりするからね。まあ、それはある、ね、うん、それも好きだけどね。うん、すごい喋るからさ、ご飯よりも喋りに夢中になっちゃうからさ、うんうんうん、それも分かる。食べるときは黙っちゃうんだよ、逆に。あー、なるほどね。そう、まあ、今黙ってた方がいいんだけどね。あ、そうだよね。あ、まあこの時期だから、うん、この時期ね。もうストレス溜まりまくりだよ、だから喋れなくて、うんうんね、家にずっといてさ、よく喋るねって言われるんだけど、家で誰も喋れないからみたいな、うん、そう、今日喋ってないな、あ、あ、あ、みたいな誰とも喋ってないみたいな。それはちょっとやばい。まあね、なっちゃったりするし。なるよね、だからテレビと会話するしかない。そう、だって声全然出さないんだよ、うん、ダメなんだよ、それはね。そう、だって結構大物司会者の方とかも自粛中全然声出してないから、あのメガホンみたいな声がこう出なくなるやつで、あーとかやってたって。やっぱね、声出なくなるんだって。声出なくなると思う、うん、急にステージ立つと多分出ない気がするね。そうそう、うん、出ないと思う。張らないからね。そう、だからなんか一人カラオケ行きたいなとか思うけど、う、前よく行ってたから、はいはい、でもなんかカラオケも怖いのかなとか思うと行けないしね。そうだよね、結構ね、ちょっとね、コロナで色々ね、今の時期だから行けないよね。やりたいことはいろいろあるし、うん、そう、ね、この夏ね、それが叶うかどうかはちょっと。カラオケも行きたいけど全部なんかあーってなっちゃうよね。なっちゃう。海行きたいけどあーみたいになるし。うん、海行きたい？海行きたくない。砂が汚れんのが嫌なんだよね。うーん、私なんかあの海が目に入っちゃったらとんでもない痛さだよね。あ、塩が。そこか。とんでもなかった。一回入ったけどもう涙止まんないし、こんなに強烈なんだと思って。なんか綺麗な海は見たいなとか思う。なんか地元だと自転車で海行ってそのまま帰れるわけよ、うんうん、こっちってどうやってすんのみたいな。え、だからこっちでの海の過ごし方が分かんない。地獄だよ、地獄、 地獄、 地獄です。地獄、うん、そう、なんか車で、まあ、好きな人には申し訳ないけど地獄とか言って確かに。え、だって嫌でしょ、あんな砂ついたままが絶対嫌だ。え、あのまま電車乗んの。そうだよね。そうだよ。え、洗わないの。でもシャワーあるけど、シャワーがまた汚いんだよ。あ、そうなんだ。汚い、分かんないけどイメージ愛していたこともないくせにね、やだやだやだ、うん、あー、そっか。ちょっとでも、だってカバンにちょっとでも砂入ったらやだ私。そうだよね、だからあのままさ電車に乗ることがえっと思っちゃって。うそう、だから電車がまずダメだね。だから車かな、選択肢として。そう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 、だったらまだいい。車でバスタオルとか。そうだね、うちの地元もそうだけど、車で行った時はバスタオルを敷いて、うん、その上にちょこんと座って家に帰って、うん、お母さんにお風呂入りなさいって。そう、うちもそうだった、小さい時は。やったこともあるな、うん、地元で。そうそうそう、小さい時はそれでいいじゃん、うん、大人になるとね。そうだね、うん、なんかちょっとな。川の方がいいね。川、川私は海川がいい。海より川派だったから。私も川がいい。でも川行ったことないかも。い、1回か2回しか。最高だよ川、ね、綺麗でしょ、水も綺麗だし、なんか日陰あるしね。そう、木で。そう、最高で、あの砂利道でちょっと痛いけど。あ、いいね。でも、でも砂より砂利がいいやっぱり。くっつかない。うん、くっつかない。でも流れる速いとことかもさ、うん、一緒に砂利と一緒にさ、うん、わーとか言って、いいなって。魚が泳いでね。そうそう、ちょっと溺れたことあるけどね、川で。気をつけて急に深くなるから川って。海と違ってさ。あ、ね、それは気をつけてください。でも楽しい。川、私は川派。いいな。飛び込みもできるし。川がいい、私も。ほんと最高だよ、川は、うん、魚もいるし。海の時代終わるじゃんね。海、海好きで申し訳ない。
みーちゃん海です。海派いたよ。海か、海派。まさかの名前じゃない。みーちゃんは入る、海入る、海入るけど、海入った後で海の家で食べるご飯が好きで。チャラいな、海の家。チャラいんだ、海の家でチャラいんだ。イメージね。イメージ。なんか海の家に、なんかそれぞれやっぱ海行くと海の家がそれぞれあるから、うん、そこでご飯がそれぞれなんかあるの、店ごとに違ったりしてて、そこのご飯ってやっぱ美味しいの。フードコート的な感じ。そう、フードコート的な感じで美味しくて、そう。何があるの、焼きそばとか、かき氷。そう、全然全部いろんなものある、食べ物。で、みーちゃんハマグリのなんか酒漬けがすごい好きで。そう、何、水着で食べんの。そう、やだやだ。そうなんだ。そう、ユミは結構大丈夫なんだよね、そういうのね。大丈夫、プールも行くしさ。ユミ平気だね、確かにね。なんか、そうだね。怖いお兄さんとかいるでしょ、なんか黒くて、でかい。いやー、そんなない。偏見がすごい。偏見がすごすぎる。心配だよ、あ、ユミね。心配心配。そうだよ、連れ去られるかもしれないよ。そうえ、でもめっちゃみんな優しい人しかいない。普通になんか家族とかがやっぱ多い、海とか行くと。ああ、それならいいね。そうだね、家族連れとかがやっぱ多いから。なんかすごいお酒いっぱい飲んでる集団とかいたら嫌だな。そうだね、嫌だね。怖いよね。怖い怖い。海はね、そう、それが心配。まあ、家族連れがね、多いならいいよね。そう、だからその点川は安心なんですよ。川はそういうのもいないし、ね、そうだよ、そう、安心だよ。本当に川派ですね、海派。海派ね、川行ったらハマると思うよ、連れて行こう今度。海を川に。だから見るのは海がいいけど。そうだね、音とかもそうだしね。あ、でも川も癒されるかもね、あ、でも見てて。そう、川もね、結構ね、流れっていうか、音、ね、滝みたいなところとか、滝の下に川あったりするから、そういったら綺麗だよね。はい、いいね、いいね、夏ね、うん、感じたいね、夏 ね、 ね、 今年はね、夏感じたい。そう、残りね、あ、ちょっとごめんなさい、時間が、あ、まーちゃんさん、まーちゃんさんなんですけど、令和2年後、あ、違う、令和2年後じゃない。令和2年、令和2年後半戦、メンバー残り6ヶ月でやりたいことだって。あ、そっか、もう半年しかないの。そう、やりたいこと短いね。なんだろう、でもなんか少しでもね、ジパングの活動ができればいいなっていう願いもあるし。本当だよね、うん、それじゃない、やっぱ一番はそれだと思う、ね、なんかだってこの半年活動できてないから。そうだよね、 なんかしっくりこないっていうか。そうだね、なんか今年一年ありがとうみたいなのないよね。うん、ないない。でもなんかこの6ヶ月ってか、この1年いろいろ考えさせられて、なんか変わっていく瞬間なのかなみたいな、うん、この先、うん、っていうのも思うし、うん、それに向けてなんかの取り残されないようについて、なんかこう新しい時代になるのかなと思うと、なんかいろいろ考えてやっていかなきゃなって、うん、そうだね、より強く思ったし、もったいないからね、時間も。そう、あっという間だし。あっという間。今年はなんか風の時代、来年風の時代って言われてるらしいので、うん、結構ね、なんか流れ変わるんじゃないかなっていう、まあ、SNS とかもね、今結構みんなそういうネットの時代になる、うん、もうなってるけど、もうそういう時代になるから、よりね。そうだね、なんかオンラインライブとか楽しそうだよね。うん、楽しそ う、 しそう、やってみたい。今月あるけどさ、ジャパンキスポでさ、うん、まあ、初めてだもんね、私たちがやるの。初めてで、よくズームの使い方もよく分かってないから、うん、もう乗り切れてないよ、完全に。、ね、どうなることやら。そうだね、ちゃんとできればね、これを気に覚えてさ、なんかこういろいろできたらいいなって思うよね、うん、来年どうなるか分かんないですけど、読めないけど。でもライブ今厳しいから、ね、そうだね、間隔空けて多分やってるし、うん、マスクもやってるし、フェイスシールドもやってたり、声出せないとかも、うんうん、ね、あるみたいなんで、うん、今年はどうかね、できるかな、ライブ。わかんない、それがまず心配だね。ちょっと薬ができないとね。そうだね、だからまずね、薬ができれば、うん、あれかもしれないですけどね、感染者数も増えてるからね、まあ、うん、今年はちょっとね、厳しいかもしれないね、ライブはね。またさ、無症状っていうのがちょっとね、大変で。そうそうそう、あれが厄介だよね。そう、症状が出ないっていうのがさ、ね、分かんないもんね、分かんないうちに移しちゃってるっていうのは、気づかない、うん、そういうのが結構なんか、うん、インフルエンザと違うわって。そうだ、ね、思っちゃう。分かりにくいんだもんね。そう、インフルエンザもそりゃさ、いっぱいかかってる人毎年いるし、うん、いるんだけども、うん、なんかコロナの方がなんか潜伏期間2週間とか、うん、2週間後に発症とかさ、うん、インフルエンザだったらすぐ発症するんじゃないの、わかんないけど。まあそうだね、
まあインフルエンザとは全く別物って感じだよね。なんか2週間かと思って、だから無症状だったら2週間わかんないじゃん、うん、ずっと無症状だったら、うん、無症状っていうのが結構なんか、ね、厄介だよね。そう、わからないっていうの辛いなって思ってさ、自分もわかんないなって思っちゃうし、うん、ねえ、なんかこれからずっとコロナとともにね、うん、インフルエンザみたいに、うんうんうん、そういうのなってくんのかな、ね、みたいに思うよね、ほんとね、だから不安もあるけど。でもさ、インフルエンザは冬しか出ないじゃん。そう考えたらやっぱ厄介だよね。そっか、そうだよ、確かにインフルエンザ冬か、冬しか出ない、基本的に暑くなると出ない。そう、でも暑くても出るから、出るんだね、年中。それがね、インフルエンザより大変だね。うん、インフルエンザなったことある人？はい、はい、ゆみないの？ないの？みーちゃんない。へぇ、何回なった？え、何回なったんだろう、わかんない、数えてない。あ、私1回だね。へぇ、私もっとあるよ、多分10回ぐらいあるかも。うわ、すごいなるね。へぇ、うん、多分。あ、ないかな、そんな。じゃあ結構なんか免疫力とかもあるみたいだし、ね、5回ぐらいはあるね。免疫力あれなのかな、ね、かもしんない。私多分入ってもすぐ殺してるんだ意外になかなか病気もしないし、うん、あとなんか学校が私立だったからみんな電車通学だったから、多分感染結構拡大するんだと思う。電車とかでね、小学校とか。 あ、そろそろお時間早い早いちょっとね、盛り上がりすぎちゃった、ね、楽しかったですね。じゃあ次はジャパンエキスポの週ですね、私出る、うん、7月19日、はい、ラジオ、うん、なりますので。あ、そうだね、うん、ね、はい、じゃあまだまだ続きますので、はい、はい、ジパングのコーナー終わりです。バイバーイ、ありがとうございました。こんにちは、レイタードラムのジュンです。今日も、ボーカル香織は、来る予定だったんですけれども、ちょっとまたね、コロナの感染者数がちょっと増えてるということで、大事を取って、欠席でございます多分ね、見てると思いますからね、今日来る予定で時間空けてたのでね。また落ち着いたらぜひ2人で揃って、やりますのでよろしくお願いします。ということで、今日もメッセージからいきたいと思います。ツイッターネームケンジさん、ありがとうございます。ジュンさん、配信にも参上してほしいですということでいただいております。配信ってね、ツイキャスラジオをね、毎週水曜日ですかね、夜にやってるんですよ、レイターでね。ボーカル香織が中心となってやってるんですが、僕がね、なかなか参加できなくて最初ね、頑張って参加してたんですけれど、ツイキャスラジオね、どうしても僕、子供生まれてからね、家でね、こう参加することが多かったんですけれど、プライベートがね、僕結構出ちゃうんですよいや、出てもいいのかもしれないんですけれど、なんかね、こう雑になっちゃうというか、なんていうの、やっぱり子供を見てないといけない、子供6ヶ月なんですけれど、子供を後ろの遠くの方にベッドで、見ながらやってるんですけれど、ちょっとでも泣くとね、拾っちゃうから すぐにね飛んでって、あやすんですけれど、会話の途中でね、僕抜けるんですよ。僕抜けるっていうか、子供はね、まだまだ空気読めないので、
大事な話してる時にね騒ぎ始めるんですぐ飛んでいくんですけど、そうすると僕と話してたボーカル香織がですね、あれじゅんさん聞いてるみたいななって子供を連れて戻ったりするんですけれど、なかなかねそこで僕ね2つのことを同時にできないタイプだと思いまして、子供と喋ってるのも拾っちゃうし、ラジオに向かって喋ってる僕のこのキャラクターというんですか、もういるし、なんかてんやわんやになっちゃってね、一人の時間を確保できるときは参加しようと思ってるんですけど、なかなかねそうもいかなくてですね、まあそれでもいいのかな、今度ちょっともう一回チャレンジしてみようかな、せっかくケンジさんいただいたのでね、温かく聞いてくれると非常にありがたいですレイターのツイッターから多分情報を発信してると思いますんで、気になった方ぜひね、覗いていただけるとプライベートとごっちゃになった僕が見れると思いますということで、続いて、ツイッターネームエリック尾崎さんありがとうございます。エリックさん毎回ありがとうね。こんにちは、エリックです。7月になりましたがいかがお過ごしですか。私は最近何これ、加圧シャツを買ってちょこちょこ筋トレをしています。着るだけでさすがに痩せませんが姿勢は良くなっている気がします。お二人は筋トレはしていますかという。エリックさんいいこと、いつもね僕どっかで見られてるんじゃないかっていうぐらいエリックさんからドキュンと来るんですけれど、筋トレ7月からしてるんですよ。7月1日からまさに、今月入って数日前からですねやってます。腹筋20回、腕立て10回を1セットにして、僕は時間の空いた時気づいたらやるようにしてます。そうするとね加圧シャツって分かんないですけど、筋トレしてるといろいろちょっと姿勢が戻っていくような気がしますよ。それだけで。だから多分ね筋トレしてない時って筋肉落ちてちゃうからどんどんこうなっちゃうし、曲がっていっちゃうとか支えてないのかなと思うんですよね。うん、なんか心なしか顔とかの筋肉も垂れてるのが少し持ち上がった気がしますエリックさんどうですか、そんな気しませんか。ぜひぜひ返信くださいということで、ボーカル香りはやってないと思いますあ、ということで、この辺で1曲いきたいと思います。それではお聴きください。レイターで、群青。変わっていくものも変わらないものも一度だって当たり前なんて思ってなかったよ。柔らかな日々の欠片を散らかしては
はい、お聴きいただいているのはレイターで群青でございます。ファーストアルバム出てますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、今日言うの忘れたけど、あのなんと外から見えるようになってます久々に外から見えるようになってて、残念ながら雨降ったり止んだりなんですけれどね、傘差してる方、傘差してない方いらっしゃいますが、久々に外から見えておりますということで、またまたメッセージ戻りたいと思います。ツイッターネームひやさん来ました。いつも後半に来ますひやさんでございます。この間ね、話してる途中にひまわり本物ですよといただいておりました。やっぱね、あの写真のひまわりすごい綺麗で、外に普通に咲いてるひまわりなんですよね多分あれね。ということで、今日もありがとうございます。配信かしこさん、ラジオはじゅんさん、それがレイターでもお二人で話す姿も見たいですよということで、そうですよね、お二人で話す機会が必ずやってくると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。さて、昨日母からメロンのお裾分けをもらった私ですが、一番好きな、果物は、なんとかカッコ読めるかなです。好きすぎて、実家の畑にこれの木を植えました。お二人は何の果物が好きですかということで、最後の最後に、イチジクですとふりがなを振ってくださいました。ありがとうございます。画像をねいただいてるんですけれど、イチジク、これでなんとなく分かりました。僕イチジク大好きでしたね。子供の頃よく家で食べてました。果物ね、何でも好きですよ僕は。いろいろ食べますよ出れば。ただめんどくさくないで、よく食べてるのがブドウですか。ありがとうございます。ブドウですかね、皮ごと食べれるブドウ、あれです。ヒアンさんどうですか。ヒアンさん、いつもね、ツイキャスラジオ聞いてくれてありがとう。僕も参加したいと思います。もう一つすいませんお願いします。ツイッターネームケンジさんからいただいております。自分は全然気にならないですという言いたい。もう本当にね、放送中に返信くれる方非常に嬉しいありがとうございますということで、お時間来てしまいましたが、レイターこの辺りで続いてね、水川さんのコーナー続きますんで、最後までジパングの七色小町よろしくお願いいたしますということで、レイターこの辺でまた、次回同じ時間にお会いしましょう。それではバイ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 。始まりました、日曜日水川みなみの行ってみーな。今回のゲストはちょっとね、なんか
変わった名前でびっくりしたんですけど、バンドやられてるんですよね。バンド、あ、ですね、あの素人ですけど、あ、バンドをやられてる松塩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとなんか名前はね、なんでそれにしたんだろうって感じなんですけど、はい、自己紹介というかバンドの紹介もお願いします。はい、松塩の、歌とギターをやってます松尾です。よろしくお願いします。松塩の塩の方で塩崎と言います。よろしくお願いします。で松尾と塩崎で松塩って呼ばれるようになったっていう。もうすごいシンプル。もともと会社の同期なんですけど、同期なんだ。あ、そうですそうです、うん、でなんかあの新宿でそのすごい結構有名なのど自慢大会があって、うん、でそんななんか僕らもそんな大した大会じゃないだろうと思ってたんですけど、うん、フジテレビさんが協賛で、え、結構大きい。そうよ、2日間予選があって、出たんですか？そうですそうです。で決勝が1日80組ある出演者の中で決勝20組で、その年あの2人で出て優勝しました。すごーいすごーい、ありがとうございます。15年前の話ですけど、そうなんですよ。でその時の審査委員長が錦野明さんだったんですよ。すごい、え、なんて言われたんですか？え、なんか褒められたりしたんですか？褒められたね。あ、それ、うん、よかったよかった。そう、あの直接途中で審査員の人が話してくれる場面があるんですけど、うん、あの何番かの方、よかったですねって、うん、松尾さんが褒められて、うん、思い出の、で結構そういうなんかビッグな審査員がよく出る大会で、すごい、西城秀樹さんとか、そうそうそう、でなんかその新宿のサラリーマンとかもバーッと観客で集まって、うん、でもう西城秀樹さん出た時はもうあのヤングマン、あのちゃんとミニライブがあって、もう YMCA が超高層ビルに響くみたいな、すごい、そんな大会 でどんな楽曲をね、あ、うん、その時にね、うん、そうそう、やったんですか？その時はあのゆずの夏色をやって、あー、好きー。でも結構メジャーですね。メジャー、そうそうそう、もうベタで攻めようって。それで、あの会社のまあ仲間の、うん、女の人たちにずらっと後ろでこう踊浴衣着て踊ってもらって、それが良かったんじゃないですか。そう、多分、ね、それほとんどそのおかげで、うん、おかげさまで、そうなんですよ。でも優勝賞品100万円相当の、結構大きな、羨ましい。なんでみんなで山分けしたけどね。そう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 、旅行券が20万円ぐらいついてた、もうこんな2人で行ってもしょうがないんで、じゃあ後ろの女の子すごい、絶対いいよね。みんなで行けて、え、そのなんだろう、今曲ね流してもらってるけど、この曲はどういう曲なんですか？あ、今のはあの手紙っていう曲なんですけど、まあ今みんなこうメールとかね、 LINE とかでこうやり取りするでしょ、うん、だけど、うん、まあ昭和の人間なんで僕らは、うん、もう40歳ですから、あのそのね、手がアナログな手紙のあの情緒の感じもいいなっていうんで、うんうん、ちょっとそういうニュアンスの曲、手紙の良さをちょっと悲しい感じとかね、うん、もありつつ、もともとバンドなんて組むつもりなかったんですけど、うん、それでまあのど自慢大会優勝して、うん、じゃあちょっとなんかあの結婚式の余興とか呼んでもらえるようになったんですよ、うん、周りから、うん、でまあそのうちじゃあやれ CD とか作ってみたらとか、うん、まあ、じゃあ曲とか作んないのとか言われて、でも求められてできたって感じですね。ライブもそうだから松潮って自分たちで言い出したんじゃなくて、周りがそうやって省略して呼び始めたんですよ僕ら。だからもう流れに乗って乗って今があるって感じですね。そうそうそう、ありがたいこと。へー、でもまさかこんな場に呼んでもらえると思ってなくてこれ なんでこう もう素人サラリーマンですから僕ら。いや全然、でもね、有沙さんは何回か出てくださってるんですけど、本当いろんな人が飲んでても、なんか前日に飲んでた友達と飲んで会った人とかも出たりとか結構勢いで出てます。そう、勢いで多いんですよ。でもそれでつながっていろいろなんかなってたりしてね、ちょっと面白いなって思って。でも今日は本当7月1日からやっと公開収録になって、うん、いや、よかったですね、これオープンになって、ね、まあ、ちょっと天気があいにくな感じなんですけど、うん、本当、ね、いや、もう今日ね、だから張り切って、うん、僕らねこのトークテーマを用意してきたんですよ。もう沈黙が怖いんで、これ見えますかね、このカメラ。すごい、すごい。ラジオですか。で、これこの赤丸のところを選んだ場合は、うん、松が喋りますから。で、この青丸のところのトークテーマを選んだら、あ、じゃあちゃんと3個3個なってるんだ。塩が喋るんで。あ、ぜひ。あの、これあのどれかあの刺してもらえると。どれがいい？でもやっぱりほら、うん、南ママのお店で他のお客に絡まれた話。これ、じゃあこれいきますか。あのですね、私本当はもともと銀座で、うん、まあ、の飲み屋さんやってて、その時に仲良かった方の、うん、共通の知り合いがいてね、共通の知り合いがいて、うん、
私の、まあ、福岡のね、まあ、平成の寺子屋みたいな 塾があって、そこで、まあ、寺子の先輩が紹介してくださってもともとママのお店のお客さんってこと？そう、一回その、まあ、その寺子屋の人がお客さんなんですけど一回来てくれたって書いてた、行ったんですよ。小学校の時の同級生連れて一回行ったんですよ、お店に、うん、そう、だからそこが福岡でみんな一緒なんです。あー、そういうことね。出身がみんな福岡一緒 で、うん、でそこでね、カラオケ歌ってたら他のなんか常連のおじさんがいて、はい、その人が突然怒り出して俺たちに、はいはい、あ、そうなんで、なんでそれで俺はお前たちが歌った後は拍手もしたしタンバリンも叩いてる、うん、なのにお前たちはなんで俺が歌った後に拍手しないんだってめちゃくちゃ怒られたんですよ。店にタンバリン、バイオリン、ギター何でも持ってくる、ちょっとおじさんで、その人がね、そう、でも結構大手のあのなんだろう、出版会社を勤めてる方で、あ、そうだったんです、そう、偉い人だったんです。偉い人なんですけど、なんか多分ストレスが溜まってるのか、来るとだいたいタンバリンをやったら、自家用、自分の自前のタンバリン、自前のタンバリンですって、すごい、そう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 、それを振り回してる、そう、偉い人に怒られた、めちゃくちゃ怒られたんだ、そう、ね、でも最後仲良くなってなかった、一回仲良くなったんだけど、うん、俺の友達がもう一回会おうって、もう一回怒り出してまたせっかく和解をしようとして和解しかけたんですけどね、もう友達もなんかね煽ったんですよ、あら、まあ、煽っちゃった、じゃあ結局は和解できず、最後なんか怒られて帰ったよね。めっちゃウケる、ね、でもなんかすごかったですよね、それは。でそのお店に行った時に、あのその南ママがカラオケで90点以上を出したら、うん、私のラジオ番組に出れますっていう、そういう企画やってて、企画を、しかも勝ったんだよ。そしたら90点以上出たの。おー、今から出るっていう。おやおや、何年越しに店を閉めて何年あれからなんで、それ思い出して、はいはいはい、そういえばあの話はまだ生きてますかって聞いたらっていう連絡をしたわけだ。そうそう、生きてます、ね、なって出るような、あ、それで、ね、なるほど、ね、そうな、カラオケ練習しててよかった ねでもなんかトークテーマは結構建築とか設計とか多いんですけど、なんか歌とかに関わってるんですか、なんか。そうですね、もともと僕らの仕事自体も、実はサラリーマンってさっき言ったんですけど、うん、日常的に建築設計やってまして、塩崎の方、塩の方は、病院建築の専門部隊、すごい、で彼松尾さんの方は、まあ、ビルものっていうんですかね、オフィスとか、まあ、本社ビルとか、まあ、そういうのを結構よくやってる人なんですけど、ただ今日はちょっとあの持ち込んだ、今日一番最初にかかってた曲も実は持ち込んだあの CD をかけていただけたんですけど、うん、ちょっとあのもう一曲あの持ち込んでるものがありまして、うん、まあ、ちょっとそのあたりをトークテーマに、巨匠建築家の話、これいきましょうか、巨匠建築家コルビジェの話知ってます？コルビジェって聞いたことあります？ないですか？ちょっと存じ上げないですね。その巨匠が、うん、を元に作った歌なんですか？歌をあのモデュロールマンっていう歌を作ったんですけど、うん、このコルビジェっていうね、まずこの人どういう人かっていうと、はい、音楽の世界だとビートルズって言うんですよね、はいはいはい、建築の世界だとそれに当たる感じの人なんですよ。それ以前とそれ以後でもうその世界が変わるぐらいの巨匠なんですよね。すごい。でその人を、まあ、僕ら建築の設計を仕事をしているので、その人の曲を作ってみようか、せっかく建築なんだからっていうんで作ったんですよ。で作って、それの PV を作ったんですけど、その PV は自分たちで描いた漫画を使ってその PV を作ったんですよ。すごい、すごい、すごい。こういう、じゃあこれがね、エンディングテーマソングなんですよね。今日エンディングで後で流していただけるんですか？そう、今からエンディングなんで、ちょっと、あ、もうエンディング、ちょっともうあのこの絵を出して言っていただけますか？あ、もうエンディングですか？そう、そうですね。あ、今日はハガキいろいろ用意してたんで時間流して準備がすごい。世界の愛想のって書いてる、ラジオネーム世界の愛想のからハガキ来てたんですけど、ちょっとじゃあ時間なくなっちゃったんで、ちょっとね、いろいろ突っ込みどころが、はい、じゃあ曲紹介、はい、そうですね、はい、じゃあ、松塩でモデュロールマン、どうぞ。私も見たい。